ゆっくりこれにいたしましょう。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。皆の物語でございます。私の夢はあの方の夢。いってらっしゃい。かつてこんなに甘美な瞬間があっただろうか。つまり自然であり必然、デバガメ行為も完全犯罪。どうしたんだイム、完全犯罪とは何の話だ。いや、なんでもないんだよ、気にしないで。何のようだ。みやび、負けが続いてイライラしてるみたいじゃの。何だと。まあ待って、話は全員揃ってからじゃ。ばっちゃん、みんなを集めてどうするの。古けたお前たちにいいものを見せてやろうと思ってね。究極秘伝忍法異空投資。さあ空を見な。お腹の中の赤ちゃんみたいだね。赤ちゃんね。ちなみに空に映ってるもんじゃが、これで原寸じゃ。あれは妖魔だ。この巨大妖魔は今はまだ次元の狭間にいる。しかしいずれ間違いなくお前たちの世界に現れる。この状況知ってどう思う。あくまでこの世界に残って現実逃避を続けるかい。続けるわけないだろう。私たちは帰るよ。あんな妖魔放っておけないもん。そうだな、ここでアスカと戦っているよりよっぽど歯ごたえがありそうだ。うかっ、ホムラちゃんはなんでいちいち私を引き合いに出すかな。それはその、なんだ、いいだろう別に。よくないよ。早く帰りたいのなら忍びの盆踊りを一番に勝ち抜けることじゃ。負けた連中は千年祭が終わるまでの間この場所に残って惨めな気分を味わってもらう。さて誰が妖魔と戦う権利を手にするかの。そうですね、では私たちも帰ることを目標に戦いましょう。よしみんな、早速どこかへ攻め込もう。僕たちヘビジョが忍びの盆踊りに勝利してさっさと元の世界に戻るんだ。そして
龍馬を撃つ。おい、なんだその薄いリアクションは。リョーナちゃんは龍馬より陽気お姉ちゃんかな。は？帰りたくない。ここは天然の引きこもり空間。外界から隔絶されたパラダイス。紫、帰りたいんじゃないのか。お姉ちゃん、ごめんなさい。住めば都だったの。私は…みやび、まさか、お母さんのことかい。感じるんだ、母さんの存在を。だから、お母さんに会うまではここにいるって言いたいのかい。それじゃあ、お母さんと会えなければここに一生いるつもりかい。忍びの本分を忘れて。イムの言っていることは正しい。正しいことは分かっている。みんなしっかりしてくれよ。蛇女の誇りはどこに行っちゃったんだよ。こうなったら僕一人だけでもやってやる。まずは半蔵からだ。イム、待て。みんな、私たちも追うぞ。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。
撃たせていただきます。はい、そうかも。まだまだ逃がしません。受け付け、行きます。忍び天地壊したよ。これで僕たちヘビジョが一歩リードだ。みんなしっかりしろ。どんな事情があってもそれを断ち切って戦うのが忍びじゃないのか。そうだな。
ユムの言う通りだ。みんな忍びの盆踊りを頑張ろうじゃないか。雅のバカ、そんなふぬけた顔をして言われても嬉しくないよ。もういい、知らない。ユム、雅ちゃん、雅お姉ちゃんのところ行かない？雅はいい。どうして？リョウビちゃん、リョウキお姉ちゃんと会ってから変だよ。どうしたの？覚えてる？姉さんと一緒に過ごした最後の晩のこと。うん、リョウキお姉ちゃんが大事な任務でしばらく家に帰れないって言い出して、それでお家で焼肉を食べたんだよね。リョウキお姉ちゃんが用意してくれて。あんたは食べるだけ食べたらうとうと眠っちゃったから知らないと思うけど、食事の後料理は姉さんと喧嘩になっちゃって。喧嘩？おう、正確には喧嘩じゃない。料理が一方的に姉さんに絡んだの。その時つい言っちゃったんだ、姉さんなんか死んじゃえばいいって。どうしてそんなことを言っちゃったの？よくわかんない。頭が良くて性格も良くて綺麗でスタイルも抜群、そんな完璧な姉さんと自分を比べてイライラしていたのかも。そしたら次の日、姉さんは妖魔にやられて、あの時の言葉は謝って済むことじゃないわ。死んじゃったんだから。リョウビちゃん、絶対正義の体現者になるに新たな舞をひらめきました。新たな舞をひらめきました。